マックス・ウォルド・シュミット・ビショップ・マックス・ウォルド・シュミット・ビショップはアメリカ合衆国の外交官。1956年から1958年まで中大大使を務めた。1908年にアーカンソー州ベントン軍のグライビッテにて誕生。アイオワ州、ダベンポートの中東学校とニューハンプシャー州のフィリップス・エクセター・アカデミーを卒業。1932年に シカゴ大学で哲学の学士号を取得、優等学生会、ファイ・ベータ・カッパ及びアルファ・タウ・オメガに所属。国防大学校及び海軍大学校を卒業。1931年11月2日に、外交官試験の受験資格を獲得。1932年7月26日に、筆記試験及び口述試験を通過し、外交官任命候補者リストに掲載された。 1934年、アメリカ陸軍の長方予備軍にて、少尉に受任。1935年10月1日、大統領から外交官として任命を受け、副領事の資格を獲得。1935年から1937年まで、大日本帝国の在東京大使館に語学官として駐在。1938年に大日本帝国の 在大阪領事館に副領事として駐在。1938年から1941年まで、大日本帝国の在東京大使館に参島書記官兼副領事として駐在。1941年から1943年まで、ワシントン DC で国務省局頭部、政治担当官として勤務。1944年から1945年まで、 イギリス領政論の在庫論母領事館に領事として、駐在。イギリス領インド帝国のニューデリーに特使として駐在。及びインドビルマ戦役司令官政治顧問として勤務。1945年から1947年まで、東京に駐在し、連合国軍最高司令官総司令部政治顧問、及び外交局長代理、対日理事会理事代理、在東京特使参事官を務めた。 1947年にワシントン DC で国務省北東アジア部の部長代理として勤務。1947年から1948年まで国防大学校に研究生として在籍。1948年11月1日から1949年7月18日まで国務省北東アジア部長。1948年から1951年まで 国務省政策企画本部職員国家安全保障会議スタッフとして勤務。1951年から1953年まで国務次官室業務調整官。1956年1月9日から1958年1月6日まで中退大,大使。1958年国務省特命を受けて外務職員局に高級官僚家庭を設置。 1958年から1961年まで海軍大学校で学長政治顧問。1961年に国務省外交局を退職。1994年にジョージア州モンゴメリー軍のエイリーにて死去。ビショップの遺体はエイリー市内のピーターソン墓地に埋葬された。また記念碑が出生地アーカンソー州グライビッテの ヒルクレスト墓地に混流された。ありがとうございます。